ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、夢の対決だね。やっていこう。戦闘潮流ストロハイム、かかってきやがれ。お手向かいします。未熟な波紋使いたちには死を。サリソ先生、この時50だっけ。遠距離、ストロハイム遠距離っぽいよな。よし、普通に銃使うんだ。ちょっと待って、今どうなってる。逃げるんだよ。ちょっと待って待って親衛隊使っちゃダメだろ。いった、紫外線照射装置だ。クッカブーメラン、痛い。逃げるんだよ。よいしょ。はい、クラッカーブレイ。いや、いった、あった。よし、リアルコンボ。ダメージが増えてきたわ。行きます。よかろう。なんとなく気が合ってそうだよな、この2人。逃げるんだよ、結構便利かもな。痛い。クラッカーブレイ、クラッカーブレイ。この俺の必殺、やばい。ストラハイムモリモリ減っていってるけど大丈夫。よし、回復あるな、回復ある。よし、あとは先生だけやれば。無駄にはしない。なんてこった、相当の疲労だぜ。よっしゃ、オーマイガー。おい、あ、くそ。ほらやっ、ちょっとやばい。ほら、ほら、よっと。くそ。はい、カットブレイ。はい、いった。シャモンと混ざった。強っ。一旦突っ込むか。いっと。よいしょ。はいはいはい。オーケー。よいしょ。オッケー、勝った。危なかった。お許しください、先生。一足早く最終試練クリアってとこか。 B か。もうちょっとやれたかなって思ったんだけど。
どっちか使えるようにしてくれ。やるじゃないか、ジョジョ。また会おう。あ、リサリサ先生、大丈夫ですか？シーザー、バカ野郎、不用意に近づくと波紋を食らうぜ。先生をこのままにしておけるか。解放しなくては。どきな。何？私はどうしていたの？先生、正気に戻られたのですね。おい、おめえ、今何をした？俺たちはこの聖なる遺体を探してる。この島のどこかにあることは分かってる。そいつを探して。質問の答えになってねえぞ。リサリサ先生、リサリサ先生を戻してくれたことに関しては礼を言おう。だがここは私有地だ。勝手に動き回ることは許さん。ジョジョ、彼らについていてくれ。俺はリサリサ先生を部屋にお連れする。わしも手伝おう。結構だ。どうやら敵ではないようだが、不審者であることに変わりない。先生、失礼いたします。いや、紳士だな。おれ、じいさん、邪魔だぜ。下がってな。今波紋を感じたぞ。このじいさん、波紋使いか。いや、それよりも、なんだこの感覚は。俺はこのじいさんを知っている。いや、このじいさんの波紋を知っている。ジョジョ、先生をお運びしたらすぐに戻ってくる。おい、じいさん、何者だ？あんたが波紋使いなのは分かった。だが、あんたの波紋はまるで…じいじい、ああ言ってるぜ。説明してやりな。またわしが言うの？おめえ以上に適任がいるか。そうじゃな。自己紹介からしようかの。わしはジョセフ・ジョースター。にゃに？こっちのとっぽいのはジョータロー、わしの孫じゃ。わしらこの時代から半世紀未来からやってきたんじゃ。にゃんだと？いきなり何を言い出すのかと思えば、未来から来た？頭パープリンなのか、おめえら。そうじゃろうな。こんな話を聞かされたら、誰だってそういうリアクションすると思うよ。じゃがこれを見れば、有無を言わさず信じるようになるはずじゃ。わしらが時代を旅しているということをな。ジョータロー、カメよ。おい、スピードワゴン、ちょっと来てくれんか。何？スピードワゴン？
おう、呼んだか？げえ、亀から人が出てきた。しかもこの顔はエリナおばあちゃんの昔の写真で見たことがある。ん？そのあんちゃんは若い頃のわしじゃよ。すごいなこの。めちゃくちゃややこしいなここ。今のわしらの状況を理解してもらうためにあんたの顔を見せたかったんじゃ。ジョースターさんにそっくりだな。ちょいと話をしてみてえ気もするが。このジョースターさんはあれだもんな、ジョナサンのこと言ってんだもんな。俺は今ジョースターさんがしっかり休めるように身の回りのお世話してて忙しいんだ。また後でな、ジョセフ。ダブルシャーク。幽霊なんかに出会うよりももっと奇怪な遭遇。ヤングスピードワゴン、そして未来から来た俺と抜かすジジイが目の前にいる。どうかな。まあ急に理解しろと言われても無理と思うが。さすがにジョセフでもゼックか。もういい、分かったぜ。分かったんだ。あんたの波紋、それにスピードワゴン、とても信じられねえが、信じねえわけにはいかねえ。それであんたたちなぜここに来たんだ。遺体がどうとか言ってたな。うん、わしらは何だてめえ、何してる。はって、いねえな。ホルホースか。この島には激マブの女がいるって聞いてたからよ、会えるのを楽しみにしてたんだが。ああ、てめえ、その面はホルホース。よう、ジョータロ、覚えていてくれて嬉しいぜ。ホルホースって最後どうなったんだっけ。リタイアはしてたとは思うけど。聖なる遺体を奪い取り、俺たちの邪魔をするてめえらを消せってよ。つべこべ言ってねえでさっさと来な。ああ、この組み合わせで行くんだ。アビリティツリー、ジョセフは無理か。ヨタロウ、え、オッケーで、バトルへ。波紋使いとスタンド使い戦うの結構厳しいよね。奴らを倒して手柄にするぜ。なあ、ジェイガエルの旦那。え、ジェイガエルもいんの。お前も波紋の使い手なのか。いや、スタンドって言うんだぜ。オープンだけ。そんな痛いとこに降りて、降りてこなくても。はい。あ、くそ。はい。あと一回呼吸する。あ、くそ。オラオラ。はい。よいしょ。あと一回呼吸するうちに倒す。やった。サーフィンだ。はい。おげいや。いった。ちょっと、ま、待ってくれ。なんでこんな、なんでこんなぬるい音楽なんだ。早い。よいしょ。任せたね。はい。クラッカーボレー。距離を取ろうとするな。はい。あと一回。よし、こっち来い。はい。ラフィンゲル。クソ、俺は頭きせんだ
はい。ほら、よっと。あんま逃げるな。くそ。はい。はい。二人で行くぜ。よし、これで距離詰めて。逃げすぎ。はい。はい。よし。オゲイ。あれ。はい。もうちょっとなんだけど、なっと。はい。はい、終わり。波紋じゃねえ。その力、スタンドだと。一体。そのうちわかるぜ。ジジイ。そんな呼び方はやめよう。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。